おー、ボールでいいな。ええやんか。あそこね、俺とセガレの。あ、セガレのやつ。そう、ね、漫画家さん、うん、知り合いの漫画家さんからさ、うんうん、アクロスもらって、はいはいはい、でそれがイティ吹き返してからさ、ボルディ全然乗らなくなっちゃったね。うんうん、映してるし。よし、じゃあ俺も映すか。はい、これが。テレビで有名なうざいマスターのうざい撮影方法です。はい、とにかくとことん狙います。はい、うざいマスター。はい、お題は塩和さん。はい、目の前に見えるのがうざいマスターです。すごいな。今日は足立くんからこの、漫画家にいただいたというバイクを持ってきました。いや、違う、もともとはこれ乗ってたんだけど、セガレが、うん、だから漫画家さんからさ、知り合いの漫画家さんからアクロスもらって、それ以来乗らなくなっちゃったね、うん、アクロスが良くて。誰かに運転させてこれにまたがって乗ってきたんだ。いや、ずっと、ね、ほったらかしでもったいないからさ。あ、もったいないわな。そうそうそう、ほったらかしたじゃん。フロントガイドあるしな。そうそう、そしたらほら、こっちのね、ほら大阪の連れがね、うんうん、欲しいっちゅうから持ってきたよ。おー、素晴らしい。そういうこと。しかし太ったね、マスター。当たり前やん。いや、これが噂に名高いうざいマスターのうざい撮影方法。いや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 。あ、せっかくだからさ、ん、そのね、コルサにまたがってみて。ブンブン。そんなさせんの君ぐらいよ。ほんまに。さあ、さすが芸人殺しだけあってちゃんとボケを分かってるね。オッケーです。ほな、ちょっと今日はこの上でまたが寝転んでもらおうか。さんざんまたがって。いいな、いいな、いいな、いいな。はい、いいよ、はい。